はい、それでは始めていきましょう。皆さんこんにちは。ありがとうございます。では始めていきましょう。2020年司法書士試験中上級西洋ガイダンス、改正民法ワンポイント講義11月バージョン始めていきたいと思います。で、本日は相続法の改正の一部分を説明していきます。部分としては配偶者の保護の、改正部分を見ていこうと思います。ではまずレジュメの方ですが、1ページの方を見ていってください。はい、一番上に、まあ、ご家族がいらっしゃいます。父さん母さんと長男長女で、まあ、長女が男っぽいんですけど、それは無視してください。はい、でその横見ていただきますと、死んだ時の遺産が2000万だったんです。でその下、生前配偶者へ贈与してました。不動産を贈与していたんです。はい、でこれどんな気持ちかっていうと、これも不動産は別個にあげようと、不動産は別個にあげて残った財産が相続されると、そう思っていたんです。ですが特別受益のルールを使うと、そうはいかなくなっちゃうんですよ。非相続の意図としては、はい、もう不動産は別、それとは別で残った財産で分配してくれると思ったんですけど、特別受益を使うと計算式下のようになります。では、こちらの方の番、こちらの方の画面の方を使っていきます。これ本来残った財産が2000万で、2000万かける2分の1だと思っていましたが、ただ生前の贈与は特別受益扱いされます。そのため本来は4000万で相続すべきだと、本来は4000万で相続すべきだし、なおかつ先にもらってた分は差っ引かれると、先にもらった分は差っ引かれます。結局どうなっちゃうかって言ったら、本来の意図は不動産は別で1000万あげたかったのに、不動産もらってるから今回の相続では一切もらえないという結論になっちゃうんですよ。そこでどうしたかというと、その下、改正後配偶者の相続分2000万プラスしません。加算しないんです。加算しないし、なおかつ差っ引かない。加算しないし差っ引かないと。これ固い言葉で言うと持ち戻しの免除と言います。固い言葉で言うと持ち戻しの免除と言います。加算しないし差っ引かないと、こういうルールができたんですね。ただ無条件ではないんです。下の方に条文があります。903条という条文がありまして、その条文ゴシックがついているところが変わった部分、ゴシックがついているのは変わった部分と思ってください。4項を見てください。婚姻期間が20年、これが要件なんです。婚姻期間が20年で、この婚姻期間20年は論理じゃありません。論理じゃなく税制とのバランスです。税制でも婚姻関係が20年以上続いていると、相続税で優遇されるんですよ。もうそれとのバランスを取っているので論理的じゃありません。税制とのバランスです。ということで、まずはざっくりいくと、婚姻関係が20年続いていた場合は加算しないし差っ引かないと、加算しないし差っ引かないんだと。じゃあちょっと一回4項ざーっと読んでから私が言う点ちょっとチェックしてみてください。一回読んで、4項読んでみて。これ全財産加算しないし差っ引かないじゃないって分かった？ありとあらゆる財産が対象じゃないって分かったでしょうか？1行目後ろあたり、居住のように供する建物または敷地、居住のように供する建物または敷地と、これ立法者
の言い分で言うと、もう特に重要な財産だけとしたようです。もういろんなものを入れちゃうともうね、ごっちゃごちゃになっちゃうということで、特に重要な財産だけとしています。で、特にね、居住の用って言ってるのね。居住用って言ってるのね。だからもう本当に住まい、住みか、そこを前提に考えてるっぽいんです。そしてもう一個。これはいけると思うんだ。下から二行目。遺贈または贈与。どっちもいいってことね。遺贈または贈与。では、今から言うので読み取ってください。この四項は、免除するという意思を出したら適用される。丸か×か。免除するという意思を現実に出したら適用される。丸か×かっていうと、×なんです。なんて書いてある？意思表示をしたものと推定するって書いてあるでしょ。加算しないし差っ引かないことと言ってなくても加算しないし差っ引かないってこと。言わなくても加算しないし差っ引かないってことね。自動的だってことを意識しておいてください。自動的だってことね。ありがとうございます。ということで、これが一つ目の改正点なんですが、ちょっとページをめくる前に、ちょっと下を見ないでいってください。何を勉強しました？加算しないし、差っ引かない。どういう条件で？婚姻が20年続いている場合、どんな財産が？居住の建物増しから敷地だね。現実の意思表示は？いらないんだよね。とにかくこのね、そう今回の改正って問題がないんですよ。問題がない場合はぜひね、問題演習でアウトプットじゃなくて自分でアウトプットです。一つ一つ学びながら次のページに行く前に戻る。次のページに行かないで学んだことを自分で反復する。自分でね、このページで学んだことっていうのを言って次に行ってほしいんです。で、実際これって私がやってる勉強なんですよ。実際私も改正とか勉強するときっていうのは、一回自分で理解した後、一ページ一ページやったらね、次のページに行かないで、もうこのページで自分が覚えたことってことを自分の中で繰り返すんですね。で、それが言えたら次のページに行って、言えなかったらもう一回読むんです。ぜひね、自分でアウトプットするっていう作業を入れてください。では、配偶者の保護、目玉に行きましょう。2ページ、3ページです。また旦那さんがいらっしゃいます。左側、建物3000万、預貯金4000万、合計7000万残して死にました。旦那さんの吹き出しを見てください。自分が住んだとも、妻が家に住めるようにしたいなと、そんなことを考えております。これ妻と、子供一人一人相続分2分の1、2分の1と考えれば3500ずつもらえる。これはいいよね。3500ですね。合計7000だからね。左下1番。配偶者が家を相続するとどうなるか。見てください。家でもう3000万いっちゃうんですよ。家で3000万いっちゃうから、現金500しか来ないんですね。見てください、吹き出し。現金少ないから、家売るしかない。非相続人の意思に明らかに反するんですよ。じゃ書いておきましょう。居住の保護。ここで居住の保護のために法改正をしました。居住の保護のために法改正をしました。じゃあそれが丸の2番です。配偶者居住権を設定した場合というところね。左側3000万の家、右側この3000万の家をね、2つに分けちゃうんです。2つに分けちゃうの。価値をね、所有権と居住権で分けるんです。所有権と居住権で価値を分けるんです。
まず2つに分けるってことね。所有権と居住権。3000万の価値を2つに分ける。そして、例えばこれ、所有権が長男に、居住権を奥さんに、居住権を奥さんに渡した場合、さあ、あとどんだけ預金がもらえるかってこと。もしこの居住権が1500万であれば、全部で3500取れるんだから、あと預貯金が2000万いくんですね。よいしょ。で、なおかつ、そのまま下の登記簿を見てください。登記記録、今のところ想像です。配偶者居住権設定、原因年月日設定、存続期間、配偶者居住者死亡時まで、配偶者居住権者何某と書かれると考えられます。確認お願いします。賃料という字が、どこにもない。いつまで住める？死ぬまで。死ぬまで、ただで住める権利。死ぬまで、ただで住める権利なんです。こんなとてつもない強い権利、登記しなきゃまずいよね。この物件は死ぬまでただで使われますよと。死ぬ前ただで使われますよと。これは公示すべきなんです。これが新しくできる制度。配偶者居住権という制度です。死ぬまでただで住める権利。まずざっくりそんな風に理解してね。死ぬまでただで住める権利ね。はい。で、もう少しひどいこと言いましょう。ひどいというかすごいことになります。奥さんの横見てくんない？さっきの話ね、これもし婚姻期間が20年経っていた場合、これって先ほど言った加算しない差引かないが適用されるんです。ちょっと分かりづらいんでやらせて。加算しない差引かないね、いくよ。いい。この状況でさっきこれを1500万の所有権と1500万の居住権に分けたでしょ。所有権と居住権に分けたでしょ。で、もしよかったらこんな感じでここを隠してみて。居住権を加算しないし差引かないと。となったらいくらになる？全体で5500だね。全体で5500。だいぶ半分削ってその部分を入れないんだよ。入れないでやれば4000と5000、1500で5500だね。するとどうなるかって言ったら、よいしょ、5500の2分の1、5500の2分の1、2750になるでしょ。奥さんは居住権は持ちながらもプラス預貯金を2750、預貯金を2750取れるんです。加算しないし差引かない。これを使った場合ね、1500を除いて、1500を除いて、計算していくと2750になる。だから奥さんは居住権を持ちながらも、プラス預貯金が2750来ると。よろしいでしょうかね。ちょっともう少しね、重大さを説明させてください。ちょっとね、これ今度長男の立場に立っています。長男、お子さんの方ね。この方くどいけど、この方はね、所有者ね。これが所有権を移転するのね。所有権移転を受けるのはこの人ね、所有者ね。ただ死ぬまで使われちゃうのね。死ぬまでただで使われちゃうのね。すると思うのは、デメリットしかなくないかって思うんですよ。そうでもないんです。これあの知らなかったらごめんね。あの死んだ時って配偶者がね、配偶者の相続って控除がされるんですよ。まあ全額じゃないけどね。あの配偶者を受ける分は相続税っていうのがほとんどなしになっちゃうんですね。もしね、
これ居住権なしとしましょうか。居住権なしで息子が不動産相続したら、不動産3000万でしょ、3000万全額に相続税が来ちゃうの。一方今回息子1500万でしょ、所有権が1500万にしか相続税かかんないよね。ちなみに居住権の分は、居住権の分は配偶者に行くよ。1500の居住権配偶者に行くけど、そこは配偶者控除って形で税金ほぼないわけよ。さらにだ、3000万の価値があって1500息子持ったね。で1500で税金払ったでしょ。死んだらこの1500の居住権が所有権に化けてこっちに来るわけよ。所有権に化けてこっちに来るわけ。言いますよ、言いますよ、ここは税金取りません、ここは税金取りません。もう一回ね、死んだらこの居住権部分が所有権に来るでしょ、その時に課税できないんです。っていうのは同じ理由で2回課税できないんですよ。相続って理由で1回課税しちゃってる以上2回できないんです。もっと言っていい、これもし居住権が1500じゃなくて2500とかだったらどうなっちゃいます。居住権が2500とかだったら、これ息子の相続500万で相続で500万の相続税さえ払っちゃえば取得できちゃうんです。税理士業界これかなり注目します。死んだらまずは居住権の設定ができないかと、相続税対策として、相続税対策として居住権設定ができないかと、何かの雑誌のところね、かなりのページを使ったんです。まず居住権の設定を考えよう、これがこれからのスキームだとかね、載ったんですね。ここまでいったらもう少し言わせてください。ちなみによいしょ、はい、これね、ちょっと誤解ないようにお願いします。これ私今ね、単純にこれ1500ってあったんですけど、これ相続分が2分の1、2分の1だからという理由じゃなくて、これ単純に分かりやすい数字にしたかっただけです。これ実際に居住権がいくらになるかは、これ国税の先例で決まります。国税などの先例で決まります。で一応先例は出ています。なんで私もね、先例を調べたんですが、分かんなかった。もう計算細かすぎて俺には分かんない。あのね、ざっくりだけ言うとね、あのね、これいくらぐらいになるかっていうと、賃借権の価値プラス、賃借権の価値プラス賃料をかける年数分、賃借権の価値プラス賃料をかける年数分、ただ賃料が一月いくらと考えて、この人が大体何年ぐらい生きそうかと、まあ本当はね、そういう時期なんだけどね、本当はそういう時期なんだけど、賃料をかける年数分の価値だって言われてるんです。ただ詳しくはもうこれは私たちはもうまた手出しはできません。なんでこれはね、受かった後に税理士さんの方に計算してもらうところなんですね。はい、ということで皆さんが合格しましたら、まず税理士さんの方がこれを進めてくる可能性があります。で皆さんは要件を確認してほしいんです。この居住権結構要件厳しいんです。右のページの表を見ていきましょう。右が建物賃借権、左が配偶者居住権です。一番上発生事由1行目これがめちゃくちゃ重要です。2行目特に2行目だ、読んでいくと、非相続の財産に属した建物について相続開始の時に、ここです、居住していた配偶者、これが絶対の要件なんです。居住していることなんです。居住の保護なので、居住している人だけが対象なんですよ。つまりもうね、初めからモデルケースとして言われているのが、例えば配偶者が施設に入っていると、で旦那さんが死ぬ、居住権設定をできるかって言ったらできません。これ住んでないんだから。これまだね、登記の先例は出ていません。ですがこれ確実にこの審査するようにと、司法書士かなんかはね、チェックすることは絶対求められると思います。居住してるかどうかってことね。でまずこれ他のところも影響しますね。まずこれ覚えてください、居住してることが要件ね、居住してることが絶対の要件ね。
で、その上でポチ3つあって、の、いずれかがあることとありますので、1個目から読んでいくよ。配偶者居住権を取得させるための遺産分割。遺産分割って誰がやるの？相続人だよね。相続人の話し合いでやるんだよね。相続人で話し合って、じゃあ母さんこれ住みなよと。母さん居住権あげるから母さん住みなよと。あと場合によっては遺産分割で審判ってあるよね。遺産分割の審判ってのあり得るよね。協議や審判ね。あと二つポチ、セットでいいよ。これはセットでいいよ。配偶者居住権を取得させる旨の遺贈を、遺贈を、死んだ人の遺言ね。死んだ人の遺言ね。遺贈ね。あともう一個。非相続人との死因贈与契約、遺贈に準じるかね。遺贈に準じるかね。じゃあ次、上から2段目、有償性。配偶者は無償で建物の使用収益ができる。無償でってありますが、ちょっと注目してほしいんです。使用だけじゃないでしょ。収益。これ、独断じゃできないんだけど、想定しているのが、初め居住権を持って住んでました。で、その後その方がどうしても施設に入らなくていけなくなったと。施設もターじゃないですよね。といえば、この居住権を使って何とかしたいと。居住権を使って、そういう収益を上げたいということまで想定しているそうなんですね。収益まであるってこと。これ、あとで引っかが出ますんで、しっかり押さえて、これ、収益までできるってことね。で、次、存続期間。原則、配偶者の終身の間、死ぬまでってこと。例外、遺産分割で別の定めをしたときは、その定めによる。例えば、年数を区切るということが想定されます。30年間までとかね。いや、相続から30年間までとか、いうふうに、年数を縛るということも想定しています。ちょっとこの例外も後々生きてきますから、死ぬまでというのもあるし、期間を決めることもあるんだってことね。そして次です。対抗要件。居住権は登記に限られる。一方、右側、建物賃借権。登記か引き渡しだね。登記か引き渡しだよね。ってことで、じゃあなんで居住権は登記だけなのかと。裏返そうか。引き渡しありえない。もう一回聞いていい？絶対の要件は何？居住していることでしょ。もう住んでるんだよ。引き渡しようがないよね。もう住んでるんだから引き渡しようがないんです。住んでるんだから引き渡しようがない。だから登記しか手法がないんです。そのため、その下のため見てください。登記請求権です。これ登記絶対できるようにしたんです。賃貸借は特約なければ登記できませんよね。でも居住権は登記しか手法がないの。賃貸借は引き渡しで方法があるから登記できなくてもいいわけよ。登記できなくても引き渡しで対抗要件備えるから。でも居住権は登記しか手法がないんだから、絶対登記できるように登記請求権絶対発生してるんです。なんでぜひここの2段ね、対抗要件と登記請求権、ここはセットで、で必ずこの居住してるっていう要件から出せるように、居住してるって要件があるから登記しか方法がない、登記しか方法がないんだから絶対登記できるようにするんだと。書いてると思いますので、もう一回ここで繰り返して先行きますと。居住するのが絶対の要件。で、居住してるんだから引き渡しはありえない。だから登記しか手法がないんだ。だから登記しかないんだから登記できるように、登記請求権が絶対あるんだと。
はい、じゃあ次です。譲渡制、あの配偶者居住権の登記を見たら全く関係ない男性が持っていたと。何それと。いや、売っちゃダメだよね。売ったりあげたりしたらこれダメだよね。多分これは想像できると思うんですよ。で、連鎖してもらっていい？一番下、相続制。一審専属権で問題ないよね。一審専属権で問題ないよね。で、もう少し言っていい？さっき、あの配偶者居住権って死ぬまでっていう方向と、もう一個、50年まで、30年までで年数できるってでしょ。これ想像しない、こっちの年数縛った場合。年数縛って年数が残っていても相続しないよとね。年数が残ってても相続しないよと。これが一番下の段ね。確認して。存続期間満了の前であっても消滅すると。前でも消えるんだとね。では飛ばした2段、下から2段目、必要費と、あと有益費というところに行くんですが、見ずにお答えください。ただで借りるのを使用貸借と言いますよね。使用貸借の必要費ってどっちが払うの？屋根が完全壊れた場合も修理費分けるよね。修理費分けるよね。ただで住んでんだから、ただで住んでる方がやるべきだけど、屋根が吹っ飛んだとか、そこまで行けば話は違ったよね。あと有益は？ってことで見てやって。使用貸借と同じとメモっときましょう。使用貸借と同じと。はい、ありがとうございます。ではちょっとこの登記のところ、ちょっとページめくって説明していきます。4ページかな。1031条登記について議論されていること、民法相続関係改正概要70ページから持ってきました。もう立法担当者の、ね、本から持ってきたのでもう間違いないと思います。丸1、配偶者居住権登記は登記義務者を関連することができ、登記義務者、これは息子等所有者の方ね、登記義務者等登記権利者配偶者ねの共同申請だと。相続っていうと、あの単独申請って考えちゃいますけど、これは単純に本当に不利益受けるのはただで使われる息子だし、利益受けるのはこれは住める方なんだから、普通に共同申請ですよってことね。2、居住建物所有権移転登記は未了の場合、配偶者居住権を取得した配偶者は配偶者居住権を設定する前提として、保存行為により相続を原因とする所有権移転登記を申請しなければならない。所有権の移転登記、これ大前提だってことね。所有権移転登記をしなきゃいけないんだと。前提登記が必要、前提登記が必要と。3、遺産分割の審判により配偶者居住権を取得する場合、遺産分割の審判裁判官により行われるから、判決による登記の場合と同様に登記権利者配偶者による単独申請は可能になる。で、その下に、これ審判のモデルケースが、載っております。末尾の1文字1行でいいよ。登記手続きをせよと。これがいるはずだね。判決登記なんだから登記手続きを命じないといけないよね。で、最後4番。配偶者居住権が配偶者の死亡で消滅した場合、配偶者居住権の抹消登記について、居住建物所有者による単独申請ができるはずなんです。下に条文がありますね。
読んだかな。2ページの登記簿、どこの部分だと思う？2ページの登記簿、2ページの一番ですね。存続期間、配偶者、居住者、死亡時までと。死ぬまでって条件ものは単独申請でできますよね。死ぬまでという条件設定しているものは単独申請で抹消できます。69条の単独申請の特則です。なので設定は共同申請、まあ審判なら単独申請だけどね、設定は共同申請、審判なら単独申請ですが、でも亡くなるときはこれは、単独申請でいけるだろうと。ただちょっとこれね、先例待ちなのが1個あって、これ死んだ場合わかるんですよ。存続期間満了だったらわかんない。存続期間満了だったら多分この69条使えませんから、おそらくそれは共同申請になるんじゃないかと個人的には思っています。で、4ページ戻りまして、その後に1028条と。ちょっと条文読み上げますね。1028項から。被相続人の配偶者、以下この章において単に配偶者というは、被相続人の財産に属した建物に、相続開始の時に居住した場合において、次の括弧のいずれかに該当するときは、その居住した建物の全部について、無償で使用及び収益する権利。以下この章において配偶者居住権というを取得すると、今言ったことは載っています。で、個人的にちょっと ある本にも書いてあったけどね、本当はこれ配偶者居住権って名前じゃなくて元配偶者居住権じゃないかと。だって死んだら婚姻関係なくなるよね。死んだら婚姻関係なくなるんだから元配偶者居住権という方がいいんじゃないかと。でもなんかやっぱりかっこ悪いんでしょうね、元と書くのは。続き、ただし被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外のものと共有していた場合はこの限りでない。共有していた場合はこの限りでない。ちょっとこれ説明いたします。右のページの方の1項端子書きというところの図を見てください。ちょっと画面の方も使わせてください。建物がありまして、被相続人と他人が共同所有してました。で、右側、被相続人が死んだ場合、居住権は生まれないんです。ちょっともう少しいくよ。ここね、まず死ぬことによって、もし居住権を認めるとしたら、この被相続人の所有権の部分は、まあどうしようか。じゃあ仮に長男としようか。長男ね。仮に長男に行ったとする。で、それとは全く別個に配偶者に居住権を認める。で、くどく言いますね、この居住権はただで死ぬまで住む権利、ただで死ぬまで住む権利でしょう。誰か頭くるよこれ。なんでって思いません？ね、なんでタダで住むのと。長男まだいいよ、長男まだいいよ、自分の身内なんだから。この他人に迷惑かかっちゃうんです。他人に迷惑かかっちゃうから、これ他人と共有しているときは居住権を認めないと。他人に迷惑がかかっちゃうと。他人に迷惑かかっちゃうと。ちょっとあやげてごめんなさい。もう一回ね、一個端子書き見てほしいんですけど、なんか絶対ダメとは書いてないんですよね。いけました？これ、右側の絵見てください。右側の絵。もともと、結構いらっしゃるのが、夫婦で物件を買ってると。旦那さんと奥さんの共有名義、
この時旦那が死ぬ、で旦那の所有権を長男が持つ、長男が持つ、そして配偶者は居住権を持つ、配偶者が居住権を持つと、これは他人に迷惑をかけるということにならないので、これはいいだろうと。確かにそれは分かるんだけど、いらなくねと。だって待って、所有権あんだよ、配偶者所有権持ってんだから居住権いらなくねとっていうとこなんです。ここも重要なとこです。下読んでいきましょう。配偶者がもともと居住建物の共有持ち分を有する場合、事故の持ち分に基づき居住建物を使用することができる以上、火災で配偶者居住権による保障は無用のように思える。しかし配偶者が居住建物に共有持ち分を有しても、他の共有者が配偶者にないし、不当利得または共有物分割、これを求めることが起きる、できる。そこでこのような場合においても配偶者居住権の成立を認める必要があるんだと。同じことを繰り返します。分かる方は大丈夫です。いいですかね。もしこれね、上の部分を長男が持って、配偶者はね持ち分持ってるからこれで終わりにすると、すると起きることが、もし配偶者だけ使っていれば他の共有者はその分不当利得だ、返せって言ってくるだろうし、場合によっては共有物分割請求をしてきて全部売っ払えと、全部売っ払って金で分散しようと、そういうことを言いかねる、言う可能性もあります。ということでこちらの場合でも居住権を認める必要があるんだと。なんでこれを説明したかというと、左側の2項の条文、これを説明したいんですよ。読んでもらったかな、2項ね。じゃあ右側の絵をまた見てください。2項についてってこの絵を見て、ちょっと分かりづらくてごめんなさい。はじめは、この家自体は非相続人が単独で持ってました。死ぬことによって、この絵、配偶者は居住権、まあ長男などが所有権を持つと。で、その横行って。この所有権部分まで配偶者が持つことになりました。これもう居住権いらないな。これもう居住権いらないな。居住権バッテンしちゃってください。居住権バッテンしちゃってください。もう居住権は消えるで文句ないね。一方、下段に行きます。建物自体、配偶者が居住権、そして相続人が所有権を持っている、さっきと同じね。その横、所有権部分を配偶者は持ったんだけど、プラス他人も一緒に買ったと。配偶者と他人で所有権を取得したっていう場合、これ、分かった？どっち？居住権消える、残る？残るでいいね。これ残るでいいね。これ居住権消えちゃうと、所有者は配偶者と他人になる。共有状態だから、勝手に使ってたら、不当利得だとか、もしくは分割請求だって言われかねない。ということで、こちらの方はバッテンつけずに、むしろ丸つけて、居住権は残ると。居住権は残るんだと。これで2項読めないでしょうか。他の者が共有持ち分権を有するときはって言葉ね。他の者が共有持ち分権を有するときはって言葉ね。ではこれぐらいにしまして、ページは6ページ見てください。ほとんど条文説明しております。いくつかだけピックアップして見てください。
1032の1個端子掛けければいいです。1032の1個端子掛けたらいい。配偶者は従前の要法に従い善良な管理者の注意をもって居住建物の使用及び収益をしなければならない。これ想像通りだと思います。全館注意義務でいいよね。全館注意義務でもちろんいいよね。3項読んで。勝手に人に使わせることができるかって書いてある。所有者の OK がいるってことね。所有者の OK がいる。まあただそうは言ってもこれ賃借権想像すればわかるでしょ。賃借権だって勝手に誰かに使わせることできませんよね。賃借権と同じようなルールと考えればいい。じゃあ4項読んでみて。ちょっとこれ後で生きていきます。結局まあ消滅させることができるんだと、従わなければ消すことができるんだとっていうのはいいんだけど、ポイントは2行目、催告という字。無効の強い権利は勝手には消せません。無効の強い権利は勝手に消せずに催告をしてその上で消すってことね。催告をしてその上で消すってことね。でまあちょっと細かいんですが、1033、これも1項と2項までは1項と2項までは見てほしいんです。ちょっと見ずに答えてもらっていい？壊れたら息子か配偶者かどっちが直すべきだと思う？必要費どっちが払う？1個見て。配偶者は居住建物の使用日収益に必要な修繕をすることができる。配偶者はってことね。2項、居住建物の修繕が必要な場合において配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは居住建物の所有者は修繕をすることができる。必要な修繕をしない、必要な修繕をしないとき、この条件付きなんです。直さないとき息子は入れるってことなんです。直さないとき息子さんの気持ちはわかるでしょうか。建物は壊れてるんだけどこの配偶者の方がもう高齢になっていて何もやってくんないと、どんどん建物の価値が落ちるだけなんですね。それは止めたいだろうということで直さないという時の条件付きで直せますよと。じゃあ今度は右のページ行きましょう。今度図表2ってやつです。ちょっとこれもう画面の方も使わせてください。まず丸1タイトル見てて。何度もくどく言ってます。配偶者は居住していると。配偶者は居住していると。旦那さんここで死んでます。その前旦那さん死ぬ前から設定してあげました。死んだら配偶者が住めるようにと居住権を取得させる遺言死因贈与を事前にしています。居住権をあげるっていうことを事前に意思表示を出しています。でそこで死ねば今までは普通に住んでいて死んでから居住権で文句ないね。つまりかな。あともう一個なかった？居住権の設定って。遺産分割って手法があったでしょ？ちょっと下に載ってるんだけど、流れを見せたいんで画面使わせて。見るだけでいいかね？いいよ、見るだけでいいか、ほんといいかね？いいよ。今まで、今まで居住している
で、旦那が死ぬ、しばらくして遺産分割して、これ母さん住んだ方がいいよ。そうだね。ってことで、母さんが、居住権を持つ、ここまではいいでしょ？ここどうすんだってことなんです。死んでから遺産分割までどうしましょうということで自分のレジュメ見て、太い字見て。配偶者、短期居住権、短期居住権、もう一個の権利があるんです。ぶっちゃけ言うよ。死んだらとりあえず住んでていい。死んだらとりあえず住んでていい。9ページの、ね、図を見てください。9ページね。左が配偶者居住権。さっきから散々言ったやつね。で、右が今度新しい配偶者短期居住権。短期ね。短期居住権。右側、発生時を読んでいくと、配偶者が非相続の財産に属した建物に相続開始の時に無償に居住していること。ちょっと待って、左側の居住権は、要件は住んでた上でかつ遺贈や遺産分割でしょ。右は違うの。住んでるだけで自動的、住んでるだけで自動的に発生します。住んでるだけで自動的。左みたいに遺贈とか遺産分割とかいらない。自動的と思ってください。じゃあ次、上から2段目、有償性。違いがある。探してくんない？これ、とりあえずタダで住んでいい。とりあえずタダで住んでいいというだけで、収益がないって分かった？左は収益あったけど右ないね。とりあえずタダで住んでいいってことね。で、次の段の前に、その後4段というか3段か、これは左と全く同じ。これは左と全く同じ。譲渡性、必要費、有益費、死亡、これ同じ。はい、じゃあ真ん中、存続期間。じゃあ短期ってどれぐらいよと。ちょっとこれね、後でしっかり読んでみてください。ページの方で言うと7ページ、下の図を使わせてください。ちょっとボールペンか何か一本用意できますか。小指が長い方は小指で結構です。右側に相続開始とあって、横に1行あって、またはと2行目あるでしょ。またはの下ちょっとまず隠しておいて、またはの下ね。図表さんね、図表さんの丸1ね。図表さんの丸1の相続開始の横に遺産分割うんぬん、またはって、6ヶ月あるでしょ。その6ヶ月の下のね、またはの下隠しておいて、いいよ。相続が始まりました。その時にとりあえずタダで住んでいいという居住権が発生します。で、横、遺産分割で長男が取得する、長男が所有権を取得するってことが決まると、そこまでなんだと。遺産分割で所有者が決まればそこまでなんだ。ただ、いいよ、ボールペン乗って。死んでから6ヶ月経ってなければ6ヶ月待ちます。死んでから6ヶ月それが経ってなければ6ヶ月は待ちます。もう少し言いましてね、今長男が住むっていうことは、これ配偶者は多分別のとこに引っ越すんですよね。ご高齢の方が住まい探すってかなり大変だと聞きます。アパートを借りようと思っても、いわゆる孤独死を嫌がって親側が拒否をする。それとか、施設を探そうとしても、その施設というのがそう簡単に見つかるものでもない。ということから、半年です。半年間は待ってやると。
ということで、財産帰属日、または6ヶ月経過日。だから、もしね、6ヶ月経った後に遺産分割をしてるんだったらね、6ヶ月経った後に遺産分割してるんだったら、その遺産分割の時で出ていくことになるね。もう一回言わしてね。逆に遺産分割があったけど、まあ、6ヶ月経ってなければ、6ヶ月経つまでは進めるとこね。6ヶ月経つまでは進めるとこね。ってことで、この短期っていうのはこの6ヶ月から来てると思われます。ってことで、もう一回言ってからね、ちょっと別の話をさせて。遺産分割がありました。でも6ヶ月経ってなければ、まあ、6ヶ月経つとこまで進めますよと。一方6ヶ月も経ってました。6ヶ月経っていたら遺産分割をしたら出ていきますよと。短期にならない可能性があるってわかる？遺産分割しない場合、遺産分割しなければ、相続から6ヶ月経ちました。遺産分割が、あと、終わるまでは、ターで進めるんだよね。遺産分割しなければ、ずーっと続くんです。これ本当に短期かと。はい。ってことで、まあそういう点を突くわけじゃないんですけどね。一応ルールだとこうなっちゃうよってことなのね。一方に1以外他の者が居住建物を遺言または親贈与に取得した場合と、ちょっと早いかな。これ上は遺産分割で建物長男が建物を取得したのね。下は遺贈で長男が建物を取得する、遺贈で取得する。もうちょっといくよ。上は死んだ後所有者決まる、下は死んだ時点で長男所有者ね。死んだ時点で長男所有者ね。もう一回言うよ。上は死んで遺産分割して長男が所有者ね。下は事前に遺贈があるから、下は事前に遺贈があるから、死んだ時点で長男が所有者なわけ。繰り返します。上は死んで遺産分割をして長男が所有者になるのが上で、下はもう事前に遺贈している、だから死んだ時点で長男が所有者になるのは決まる。図を見ていくと、相続が始まる、長男所有権取得する、長男所有権取得する、とりあえずタワーで住んでいられる。で次、建物所有権者による消滅の申し入れ、そろそろ出てってくれと、そろそろ出てってくれと言われてから6ヶ月、そこから6ヶ月です。相続からじゃありません。申し入れから6ヶ月です。出て行ってくれと言われてから6ヶ月ってことね。ちなみにこれも短期にならない可能性分かります？申し入れしなければずっと居住権、短期居住権がずっと発生したんですよ。はい。ということで、これで大体は説明いたしました。10ページに条文がいろいろ載っております。1038条っていうのは全部読んでみて、さっき見た条文と何かが違うのを確認してほしいんだ。1038年、三項が違うの分かった。催告がないでしょ。催告がないでしょ。これは弱いんです。こちらは先ほど比べて弱い権利なんです。催告なしってことなのね。
よろしいでしょうかね。じゃあこれぐらいにいたしますが、ぜひ皆さん暗記としては9ページの表や、何ページだ ?3 ページか。3ページと9ページの表は絶対ここは最低ラインとして暗記してください。3と9ね。3と9は最低ラインとして暗記してください。で、その周辺をどこまでやるかは任せます。周辺をどこまでやるかは任せます。ただ3と9は絶対に覚えてください。すまない。もう少しやらせて。もう一個あるんだ。12ページ。配偶者保護制度。これが最後になります。条文があって、その下、一番下に、父、長男、次男、長女、次男、長男、死亡ってやつ見てください。まあ、長男、父がいて 3、まあ、3人ほどお子さんがいて、で、長男が、奥さんがいらっしゃいましたと。で、この長男自体は死んでいたんですが、まあ、結構よくある話で、お子さんがいたので、まあ、実家に一緒にいて、まあ、そのお父さんを介護していたと。で、ここで介護していて、まあ、その死んだ後、誰が財産をもらえるのかと。というと、右側、父が死亡した場合、長男の妻は相続にはなれません。だって、姻族だもん。ですが、これ、ちょっと計算してもらっていい？この父親が、例えば介護ってことは、まあ、体が動かないってことですよね。介護施設に入っているという場合、平均、まあ、有料 特別有料老人ホームは除きますね。大体20万ほどかかるんですよ。1年間でいくら。それが3年ぐらいだったら。一銭も取れないっておかしくねえかってことなんです。もし、この妻の介護がなかったら遺産って減ってたはずなんです。もし、妻の介護がなければ遺産が減っていたはずなんです。遺産の価値を維持したんですね。遺産を維持してるんです。そこでどうしたか、その下、相続人に請求できることにしたんです。相続人に請求できることにしたんです。お金を払えと言えることにしたんです。はい、じゃあね、上の条文1050条1項読んでいきます。被相続に対し無償で療養看護その他労務の提供したことにより被相続の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続の親族かっこすっ飛ばすかっこすっ飛ばしましては相続開始後相続に対し特別寄与者の寄与に応じた金銭の 額の金銭以下この条において特別寄与料というの支払いを請求することができる特別寄与という新しい制度ができました。ちなみに条文の番号は1050ね。とっくに昔の条文番号1044はオーバーします。昔の民法の条文1044はとっくにオーバーしてます。ってことで右のページに表があります。もう最近の立法の特徴ですけど、似た制度をコピーして貼り付ける、似た制度をコピーして貼り付ける。左側分かりますね。寄与文、寄与文と似てくるんです。ここちょっと先ね、上から2段目からですが、行かせてもらっていい？ 2 段目いくよ。要件、要件、うんぬんかんぬんあるけど最後2行、被相続の財産の維持または増加に特別の寄与をした、これが寄与分、同じような文言が右にない、特別寄与料、これもほとんど同じなんですね。よろしいでしょうか。まさに財産の維持、さっき言ったようにね、介護の費用かかんなくて済んだってイメージね。で、次、確定手続き、これも上の方全く同じなんですよ。とりあえず話し合い、話し合いがダメなら協議だって言うてんね。違う点は覚えようね。右だけ最後3行があるの。長期化を防ぐために、長期化を防ぐために、事態の長期化を防ぐために6ヶ月1年という縛りをかけました。
相続関係の処理の長期化を防ぐため。一番下なんですが、まあ同じなんですが、やらせてください。遺産が3000万で、遺贈を2000万残してると思ってください。遺産が3000万で、遺贈で2000万残してると思ってください。寄与分ね、寄与分ね。おい、長男、お前頑張ったな。頑張った！お前さ、遺産3000万持ってっちゃうよ。持ってっちゃう、俺！これやると、遺贈ができなくなるね。死者の最終意思を尊重すべきだから、寄与分のマックスは3000-2000で1000がマックスだよね。それを日本語にしたのが左側の一番下、遺贈との関係。控除した額を超えられないよと、控除した額を超えられないよと。で右も全く同じ、特別寄与料も全く同じです。はい。ってことで飛ばした一番上を見てください。ここはしっかり覚えてください。対象者。まず寄与分は共同相続人です。相続分を増やすんだから、相続分を増やす制度なんだから、相続人だけは対象ね。相続分を増やす制度だからね。一方右側、特別寄与は非相続人の協力寄与で親族、久しくやってないと思うんだけどね、親族の定義って覚えてる？血族、配偶者、あともう一個姻族、姻族、姻族の定義は自己の血族の配偶者、もしくは自己の配偶者の血族だね。さっきの左下の妻、何になったの？自己の血族の配偶者、自己の血族の配偶者、姻族に当たるのね。で、ちょっとこれ他の講義でやった時にね、ちょっと配慮悪かったんで気をつけてください。親族って言葉には血族と配偶者と姻族が入るってことね。血族、配偶者、姻族が入るってことね。これまで含めて親族だからね。親族の定義確か725条かな、725条に定義があります。はい。で、その下、以下のものを除く。まずは、相続人はダメなんです。ダメというかね、聞いてくれない。相続人が介護をしていましたと。相続人が介護をした場合ってはね、特別寄与料で請求できないんです。相続人が介護をしていた場合、特別寄与料では請求できない。わかったね。寄与分だよ、それ。相続人は寄与分でいいんだよ。はい。一方ね、下2段見てください。じゃあ相続受けられない人はどうなんだと。まずね、相続放棄者。放棄ってことは、俺財産いらないって言ってるはずなの。放棄は、自分は財産はいらないよって言ってるのに、遺産か、いらないよって言ってる人が金銭請求するっていうのは認める必要はないと。財産いらないって言ってんだから。で、またね、その下ポチ。相続結核に該当し、または排除によって相続権を失った者。まあ、保護する必要はないでしょと。こんな人を保護する必要はないでしょと。理屈はわかるんです。ただ思うの。ちょっと待って。排除ってどういう人？今何やってんだっけ？
死ぬ前に介護してたらお金あげるよって話だよね。あんまり想像したくないな。排除、虐待をしてる。虐待はしながらも介護すると、なんだその状況はと。やめよう、あんまり状況変えたらおかしくなっちゃう。やめよう、それやめよう。あの、保護に値しない、保護に値しないで終わりにしよう。状況変えたらやめときましょう。といったところで、ここはぜひこの表を潰しておいてください。この表を潰しておいてください。相続法に関して配偶者の保護は大体ここまでということになります。問題演習はなかなかできませんので、ぜひ表を覚えるという形で勉強していってください。本日のガイダンスの方は以上です。最後までご清聴ありがとうございました。